東北若手演劇人が集う道の区演劇フェスティバル道劇2022です。本日のゲストは秋田演劇ユニット縁結びの佐々木亜美さんです。佐々木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、佐々木さんも素敵な黄色で3人揃うとちょっと3人新婚期のように私たち今日もショットいけます、ねね、演劇フェスティバルのちょっとステージの上みたいなそうですね、この原色強い感じのさっきの亜美さんが持ってきてらっしゃる写真の紅葉の、うん、本当にこんな感じで本当ですね、緑の葉っぱが黄色くなって赤くなって紅葉してます打ち合わせなしでね、素敵な組み合わせになりました。さあ、そんな佐々木亜美さんのプロフィールまずはご覧いただきましょう。佐々木さんは劇団ウィルパワーに所属されています。テレビやラジオのナレーションリポーターなどもしながら役者として秋田で演劇が身近なものになるよう精力的に活動されています。そして今回道劇道の区演劇フェスティバルのために結成されたユニット秋田演劇ユニット縁結びに役者として参加されています。はい、さあ早速なんですがその今週金曜日から3日間開催される道劇なんですが、佐々木さんこちらどういったイベントなんでしょうか。はい、こちら道劇2022は東北6県の若手演劇人が東北各地を舞台に3ヶ月にわたってお芝居を上演するイベントです。今年の上演テーマは距離となっています。東北生まれの個性豊かな演劇を皆様のお近くの劇場にお届けします。今回秋田公演では秋田、岩手、宮城のチームが公演をさせていただきます。なるほど。おなり座、秋田はおなり座というところで11月11日から3日間なんですよね。はい、で東北6県の若手演劇人が、はい、東北6県いろんなところで公演されるということで、はい、佐々木さんたちその秋田のチームも、はい、岩手福島に行かれたんですよね、はい、すでに。どうでしたか。いやもう劇場の周りの雰囲気も各県によって全然違いまして、うん、こう劇場がすごいこうみんなの生活に溶け込んでいる雰囲気を感じましたね。ちょっと私はあんまり普段演劇を見る機会ってないんですが、うん、ちょっとなんか敷居が高いかなっていうのと、うんうん、あまりこう踏み込めないっていうのがあるんですけど、やっぱ地域によってはもっともっと身近なところもあるんですか。そうですね、結構周りにこうカフェとかがいっぱいあったりですとか、うんうんうん、こうフラッと行った時にじゃあ入ってみようかっていうような空間になってるところが多かったので、秋田もそういった演劇の雰囲気作っていけたらなと思ってますね。はい、椎名さんどうですか、演劇って見られます？ね、私一度見に行ってたり、はい、割とこう、なんて秋田だとすごい大きい会場と、はい、ちょっと街中にねある、はい、もうパフォーマンス場所なんかこう、そうそう、はい、はあるんですけれども、確かにこう気軽感っていうとね、はい、チケットをしっかり買って見に行こうみたいな気持ちで行ってるので、はい、今のお話聞いて秋田がそういった場所になるといいなと思いました。そうですね、もう本当コンビニにフラッと行くぐらいの気持ちで来ていただければと思いますね。そんな気軽な感じで行っていいんですか。もう気軽に来ていただいて、なんかやってたなぐらいのなんか気持ちで寄せぐらいの感じのそうそうです、ね、大阪だとそうですね。まず大学生の時一人で落語見に行ったりフラッと行ってたんで、あ、はい、まあ、演劇もそんな感じで行っちゃっていいってことですよね。もうぜひ来ていただきたいですね。で今回その道劇のイベントのためにこう秋田で作られたユニットがあるんですよね、はい、こちらについて教えてください。はい、私が所属しております秋田演劇ユニット縁結びという団体を今回この公演用にこうユニットを組みました。はい、大館の劇団演劇集団シアター6の代表高瀬と、あとカズノでカズノタコスというお店を経営している佐藤、そして元高校生の時からこう脚本を作っていて今は仙台の専門学校に通っている佐々木空雅の私のこの4人のメンバーで、活動拠点がこう数の大館、仙台、秋田市と全員バラバラなんですけど、もうみんなで一つの作品に向かって走っていってます。この4人 で、はい、ということは役者は佐々木さんだけということですか。そうですね、はい、そうなんですね。今回は一人舞台です。お、一人舞台で、今回その縁結びさんが演じられる作品について教えてください。はい、はい、秋田の演劇ユニット縁結びでは縛られほどいて結ぶという作品をお届けさせていただきます、うん、
こちらの作品が一人の女性がこう出産を機に今までの自分の過去にこう苦しみながらそれでも前を向いて歩いていくという夫と妻、そして妻から子供へのこの愛を伝えていくお話になります。今回その道劇の大きいテーマが距離ということだったんですが、距離とどういうふうなつながりがあるんですか？そうですね、このまずお母さんとお腹のこの子供との距離ですとか、あと夫と妻との距離、また過去の自分と今の自分との距離などこういろんなこう距離を感じていただけるので、ぜひ劇場に来て見に来ていただければと思います。それぞれの県の方々が、まあ、テーマという距離でいろんな作品を演じられるということなんですよね。そうですね、結構県によって全然作風が違いまして、今回は岩手のチームは割とこうおしゃれな音楽を聴いてるかのような、でそこにこう自分がいるかのような臨場感のある作品で、今回宮城の方がもともと女子校の OG の方が組んでいる団体なので、こう女の子感がすごいグッと詰まった可愛い作品になってます。いや面白いですね、本当いろんな空気感の作品が楽しめるんですね。わかりました。では改めて佐々木さんが演じられる秋田の作品について見どころを教えてください。はい、今回他のチームは3人ずつ役者がいるんですけれども、はい、秋田チームは役者1人、私1人なので、こう繊細な、そうなんですよ、もうドキドキなんですけど1人、はい、もうその繊細なこう心の動きですとかこう心情の動きをこう見て感じ取っていただければというのと、あとはその距離っていうのがどこに絡んできてるのか、いろんな考察ができる作品なので、あとそうです、エンディングを今回2つ用意してますので、会場と見る公演によってもしかしたらエンディングが変わるかもしれないので、そちらもぜひ何回も来て見ていただければと思います。あ、結末が違うんですか？はい、どうやってそれって変えるんですか？結構そのお客さんが、あ、今日は女性の方が多いなとか、あ、今日は若い方が多いなっていうのを見ながらこう演出と相談して決めようかなと考えてます。ちょっとじゃあ、いや1回だけ行っても、次行ったら違うんじゃないかと思うと、そうなんです、ちょっとね、やっぱ連続で行きたいです。はい、3日間ね、それぞれどんなオチがあるかは、オチ、オチ、オチ、そうですか、やっぱり相手関西の予選ですから、大事ですよ、大事でしょ、オチがあるか、もうそれぞれ違うんですね、それぞれ違います。しかも1人か、1人ってどうなんですかね、ステージで。いや、ちょっと考えられない、なんか1人で30分近く喋って演じるんですよね。そうですね、なのでこうもう役者一人なので、ちょっとした目の動きですとか指の動きですとかもう全部見られてるっていう意識はすごい強くあって、ただ割となんかこう融通が効くというか自由に動いてやってますね。自由に、あ、お稽古の様子、そうなんです、稽古もこういろいろ演出の方からこうご指摘いただきながら、こう今回こうしっとりした作品になってるので、結構私普段賑やかなんですけど、なんか頑張ってしっとりしてます。そんな普段とはちょっと違う佐々木さんの姿も、はい、その普段 の, ご自身のキャラクターとちょっと違うということで、はい、なんか役作りで苦労されたところとか、はい、工夫されているところってありますか？そうですね、結構しっとりした映画を何本か見に行ったりですとか、 あとはそのお母さんといいますか、そのお子さん生まれた時どうだったかとかって、そういう話をいろんな方にお聞きしましたね。あ、取材もして、そうですね、どれぐらいのご距離感だとかとか、なんかどういう気持ちだったかとか、いろいろ聞いて教えてもらいました。とネタも収集して収集して落とし込むんですね。はい、落とし込んで、なんかその期間って自分らしくいられるものなんですか、それともその役にちょっと結構染まってたりするんですか？結構、あ、でも染まってるかもしれないですね。なんかこう涙もろくなってきて、なんでかなって思ったんですけど、多分それですね、もう母性というかお母さんの気持ちになって、もう道行くお子さんをこう優しい目で誰なんだろうって感じなんですけど、めっちゃ微笑んで見てるけど誰だろう、誰だろう、親戚かなみたいな、なってますね。では最後にその道劇、道の区演劇フェスティバルの PR をお願いします。はい、
今回小成座という大館駅にすごく近い場所なので大館の観光もしながら小成座のこうレトロポップな映画館のこの雰囲気も感じながらぜひ感激してみてはいかがでしょうか。3本も違う作品を楽しめる貴重な公演です。秋田引いては東北の若手を応援すると思ってぜひお力を貸してください。ご来場ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では改めてみちのく演劇フェスティバル道劇2022についてご紹介します。こちらです。11月11日からの3日間開催されます。前売り券は2,000円、当日券は2500円です。道劇のホームページからまたはお電話でも購入ができます。電話番号は0359093074、0359093074です。そして佐々木さん、今回ちょっと特別なチケットがあるんですよね。はい、今回苗券という特別なチケットがございます。こちら苗券というのが東北の若手の25歳以下の方へチケットをギフトできる券です。今回秋田公演でも何枚か苗券集まっておりますので25歳以下の方は受付でおっしゃっていただくか予約フォームからも苗券使用しますかというのを入力できますのでそちらでぜひご活用いただくと無料で感激することができます。はい、ぜひ、はい、ご活用ください、はい、初めて聞いた言葉なんですけど、はい、この今回のイベント用に作られたものなんですか。そうです、今回のイベント用のこうシステムというかものになってます。面白いですよね。そうなんです。で今回そのぜひ東北の若手をぜひ応援したいとい う, もう神様のような方はこちらの苗券ご購入いただくと人の指定はできないんですけれどもその会場で25歳以下の若い方がその県で見ていただいて演劇今まで関わってなかった方でも、うん、こうぜひこうどんどん輪を広げていけたらという県になってます。なるほど、はい、ただ25歳以下の方は、まあはい、受付で苗券まだありますかって聞いてみたりするといいかもしれないですね、はい、そうですね、はい、ぜひご活用ください。はい、佐々木さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ本日のゲストは秋田演劇ユニット縁結びの佐々木亜美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。